こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はポケットモンスター3やっていきます。6戦目からバトル3スーパーシングル。初心者の私ですが、厳選し直した子たちで今来ています。手持ちはガブリアス、パルシェン、ミミッキュの3体です。では、どこまでいけるか、目標は高く100連勝できるように頑張ります。はい、もしよかったらまだの方はチャンネルのご登録と高評価ボタンのグッド、そして、初心者のものでいろいろとアドバイスもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。参考にさせてください。ということで行きましょう。おっぱじめようじゃん。逃げ道なんてねえからな。はいはい、後ろには下がれないですよね。わかります。頑張る。相手はばっちゃん、千代菊さん。結構ノーマルシングルでも合ってたはず。また逃す。毒々しい。ここにガブリアス投入。さあいけるかな。また逃すって毒だけでしたっけ。あ、毒だけだね。ということは、あれ浮遊ついてる。あ、やっぱり押してから浮遊ついてたっけって思っちゃったのでやられちゃいましたね。あー、激凛。ちょっとしか入らない。痛み分けしないで。いやー、あー、なんかあ、失礼しました。今「いやー」って言った瞬間に喉詰まった。あ、風邪をひきやすい時期なので皆さん気をつけましょう。私も気をつけます。ガブちゃんはやけどですが、きっと頑張ってくれると思います。大爆発するの？ガブ？ガブ？はっ、保ってるけど次のターンでやばいですね。うん、イカ来た。イカどうする？あ、アイアンヘッド押しちゃった。あ、自分だった。あ、ガブ、あー、重心にしようと思ったのにアイアンヘッド間違ったし、ガブリアス自分に当たっちゃった。さあどうしよう。相手のポケモンはミミッキュかな。ミミッキュ魔王一回待って。じゃれつこう剣の前でグーンと。あ、リフテクターで物理に強くなった。あれ、ミミッキュって物理でしたっけ。じゃれつく物理なのか。あ、でも剣の前があるからいける。いけない。おだてる。特攻上がる。ミミッキュ混乱。いや、いける。ミミッキュならいける。混乱とか負けない。負けなかったぜ。よかった。信じることは大事ですね。ふおーデスカーン。あ、え、なにこれ、初めて見る。ファラオ、エジプトのファラオ。手怖い。あ、ゴーストなんだ。さあどうしよう。剣の前しよっか。一旦残そう。ナイトヘッド大丈夫だね。これで2回待ってることになる。あ、1回待ってることになるのか。シャドウクロウ。イエス。今ガッツポーズしちゃった。やった。え、今のポケモンってアローラにいない子ですよね。いいぜ、惚れたぜ、やるじゃねえの。うん。惚れられちゃいました。一個、すごいなんかあれでしたね。ファラオの棺ポケモン。そのまま見た目のまんまに言っちゃった。あれ何ポケモンなんだろう。棺ポケモン勇気いっぱいで頑張ります。あ、かわいい。勇気くんかな。名前違うのかな。エンジ。あ、違うんだ。サダハルくん。勝負じゃん。あー、ミミッキュ来るんだね。相手のミミッキュのこの可愛さ。自分のミミッキュも可愛くて大好きだけど、やっぱりミミッキュは可愛いですね。何使ってくるかな。とりあえずどうしようかな。アイアンヘッドで化けの皮を先に剥がしますか。コテン。もう可愛い。シャドウクロウ。大丈夫大丈夫。サメ肌残っちゃうよ。何を持ってるんだろう。手持ちなんだろうね。お、倒れた。いけたいけた。エテボース初めて見る？初めて見るっけ？合ってる？ノーマルタイプなんだね。うん、自信にする。王者の印持ってるんですね。あ、そうなんだ。知らなかった。お自信。トンボ返り。あ、サメ肌残る。自信は？自信。あ、戻っちゃった。トンボ返りってそういうことなんですね。一回打って戻っていくんだ。あ、ブラッキー。ブラッキー。食べ残しだよね。どうしよっか。自信にしとこうか。急所。しっぺ返し。大丈夫。サメ肌残って、食べ残しここで、多分プラスマイナス0ぐらいですかね。はい、自信しよう。頑張れ、かぶちゃん。よし。あ、よかった。エテボース。また来た。さあ、この子にはどうするか。逆鱗に変えてみます。猫魂。あ、サメ肌残してかぶちゃんが。猫魂にやられた。でも、猿っぽいけど猫魂？あれ？さ、あ、まあ、いいか。パルセン。ミミキュー、どっちがいいのかな。ちょっとパルセンにしてみます。どうなんだろう。ノーマルタイプだからっていうのはあるんですけど、何持ってるのかな。挟んどこう。困った時は挟む。あ、泥棒。あー、達人の帯持たれた。やだやだ、返して。トンボ帰り。いや、帰れないよね。返して返して。本当にこれってもたれ、あれ、取られたやつって戻ってきますよね。もうそこの心配しかしてない。泥棒から取り返せたんでしょうか。多分大丈夫なんですよね。これだっていっぱい来ていっぱいやられたらなくなっちゃうことになるもんね。うん、8戦目いこう。すごい心配しちゃった。よいしょ。ひょっとして私も勝てるとでも思ってるのを噛んじゃった。エンジちゃん。かわいいヘレン。ヘレンちゃんも結構合ってる気がします。フワライド。ビアンゴストだよね。で、ガブちゃんでいっちゃうけど、よろしいのかしら。岩石封じしときますか。はい、ストーンエッジがいいよって教えてくださってた方もいたんですけど、一応ね、今岩石封じにしてるんですよね。一応ね。おい。あ、バトンタッチした。あー、やー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 。いやー、もうこれはこっちはアイアンヘッド。うしうし。急所。ガブ偉い。あ、やれゆうたんだ。私も持ってます、やれゆうたん。ゆるい感じのキャラクターだよね。自信しとく。悪巧みでグー。いや、自信しとく。よし。オッケー。さっきの残り、フワライドがいますね。この子も可愛いんだよな、フワライド。フワライドはアローラにはいるのでしょうか。なんか前も聞いた気がする。ほんと捕まえたい。かわいい。なんて生意気な子。ダディに言いつけてやる。やばい、ダディがいるんだ。怖い、お父さん。お父さん怖い。よし。とりあえず、ここまでは来れました。次の回、9戦目、行ってみます。ん？ダディじゃない。あ、悪いやつなのかって。いや、これファッションなんだけど。心きっと優しい方ですね。うん。こわもての人ほど優しかったりっていうのとかはありますからね。ちなみに私、こわもての俳優さん、寺島進さんが好きです。もう大体ね、出てるドラマとか、チェック入れますね。そんなことは置いといてですよね。失礼しました。行こう。マニューラか。アイアンヘッドかな。ひるんでほしいんだよね。あ、ガブちゃんがひるんじゃった。いや、頑張って。辻切り。いやー、サメ肌残して、どうかな。アイアンヘッド。あ、1回でいけた。よかった。危ない危ない。よし。サブ太郎。ズルズキン。地震。猫だまし。サメ肌。猫だまし。猫だまししたい。猫だまし。あ、違う。猫だまししたいじゃない。地震したい。え？集中力蓄える。うん？入らない。頑張って。いよー！いける！よし！危ない危ない。お腹に何か力を溜めてきましたね。お腹に力を。ああ！アローラじゃない、ナッシーだ。顔ちゃんと見えてる。どうしよっかな。激鱗？おー！ちょっとだけサイコショック。やられるね。急所だね。どうしようかな。次、パルシェ。うん、つらら割りしよう。よし。つらら割り。頑張れ、パルシェン。よし、オッケー。鬼しずくももね、本当は連れてきたかったんですけど、また今度の機会に回していきたいですね。まずはとりあえずどこまで行けるか行きたい。ということで、今回は置いてきてました。次が10回か。はい、次回10回いきたいと思います。10回か。誰なんだろう。前回ギーマさんだったんですが、今回は女性の方がいいな。個人的にはランダムだっていう風に聞いてるので楽しみです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!